山崎伊織が地方球場4連勝へ、内海哲也以来となる11年ぶり記録目指す。今日行われる新潟では22年5月10日に登板して敗れているが、2年ぶりの同球場で白星を飾れるか。1シーズンに地方球場で4勝すると17年から島以来で、セリーグでは13年内海以来。から島は途中に黒星を挟んでいたが内海は4勝負けなし。山崎伊織が勝てば、内海以来11年ぶりの地方球場シーズン4連勝になる。山崎また地方だよ。ちなみに来週火曜も地方松本。今年の山崎が支給が多いのは慣れない地方ばかり説もあるな。来週の群馬は誰が投げるん？ちゃんとした球場じゃないとダメな人って誰だっけ？どすこい。山口俊は地方球場が得意。ちゃんとした球場でも勝てるように頑張ります。だったな。この間富山？だったっけ？旅館絶賛大好評だったから新潟の宿泊施設プレッシャーやろなーって野球を楽しんでる。新潟は割烹や寿司屋が要点多いから、その辺で食事すれば宿泊場所はどこでもそれなりに満足度高い。得意の横浜やし余裕やろ。相手横浜だしヒロインであの母をもう一度聞きたい。相手横浜でしかも得意な地方球場とか普通にノーノーくらいするんじゃないか。横浜は大の得意だけど本人はチュニドラノとの対戦の方を好むんだよな。泣かないよ。地方はジャンパイアが特にひどいからな。ご視聴ありがとうございました。